スを迎えている。2番落としてレアンドロ・ドミンゲスシュート、レアンドロ・ドミンゲスボールを決めました。今シーズン5点目、2試合連続。ピンチの後のチャンスをしっかりと横浜 FC が決めました。今からですね、今がやっぱり起点になって、はい、レアンドロ・ドミンゲスが決めました。ここの佐藤からのパスを、はい、イバがやっぱりキープした後ドミンゲスに、素晴らしいですね、このもう3人の関係で。後半の6分、先制点は横浜 FC です。若原としてはこれはもう止めようがないです。でドミンゲスがやっぱり前半の悔しさを